国連安全保障理事会は15日イラクの大量破壊兵器開発を防ぐための制裁などを解除する決議案を採択しました。 イラクに対してはクウェートを侵攻した翌年の1991年に核や化学、生物兵器といった大量破壊兵器の開発を禁じる制裁などを安保理が課していましたしかし現在の状況は当時と大きく変わったとして制裁の解除を決めましたこれによりイラクは今後民生用の原子力開発が可能になります またアンポリは国際的に管理されていたイラクの原油や天然ガス輸出による収入をイラク政府の管理に戻す決議なども採択しましたこれによってイラクの主権回復がまた一歩進んだことになります